こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ルーブル美術館のコレクションの続きです。現在は、紀元前2000年代あたりを見ています。青銅器も現れ、また、完全にこれは美術品だろうと。 思われるものもの出てきてきいますはいこのようにそうですね現代美術家も参考にしているのではないかと思われるような造形も見られますいいですね いやー形が様々ですね。以前は同じような形をしたものがたくさん並んでいたのですが、今はもう全く違う状況になっております。はい。一つ一つ何か違うと言ったような。はい。同じものが1ページで並んでしまうようなことがありません。 あの頃が懐かしいないやーいろんなものがありますねはーいそうですねおっ1000年代に入りましたか紀元前あまだ2000年ものものも混じってますか一応年代古い順から 並べるっていうふうにしたんですけどね。どうもデータベースがそのように動いていないようでして。あ、蓋付きの器なども出てきましたね。今では使わないようなテーブルというか、ディッシュの形もありますね。はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。 さようなら。